どうも、岩井です。今回はですね、このベースを、メンテナンスしていこうと思います。石牢のフェルナンデスのジャズベですね。で、預かったんですけども、なんかね、サウンドがちょっとなんかデッドになっちゃってる部分があるみたいなことを言われたんですが、まあ自分で弾いてみる限りあんまちょっとよくわかんなくてですね。まあその辺の原因なんかを探りつつ、僕は多分ね、このフレットの頭がすごく台形になっちゃって、頭がぺったんこになってんのが原因なんちゃうかなとか睨んでるんですけども、まあ伝送系なんかも含めてですね、ちょっとチェックしながら修理していこうと思います。現状なんですけども、チューニングされた状態で、まあそんなにひどくないんですけども、まあナチュラルな順ぞりっていう感じでしょうか。はい、じゃあとりあえず分解していきます。はい、とまあ大方分解が終わりました。この辺のねくすんでるパーツとかはクエン酸付けしていきます。でまあちょっといろいろ気になったところなんですけど、配線はおそらく純正じゃないですね。ハイパスボリュームが取り付けられていたりしております。でこの中もねシールリングといいますか、導電塗料塗られてるんですけど、まあ、こんな風にね、こう針金で通してありますね。ですけどね、ここのね、ネジが裏に貫通してまして、こうね、テープが貼ってある状態なんで、これもまあちょっとなんとかしましょうか。あと、もう一個ちょっと重大なのがですね、このブリッジですね。ビスがまず一本足りてなかったんですけど、ここのビスが完全に舐めてまして、なんかこう、グリグリ回そうとしたのか、なんかこの辺に傷入ってんのもね、あるんですけども、まあこれもまあなんとかしましょう。替えのビスは何かあるでしょう。ということで、クエン酸付けする前に、このビスを摘出しますか。はい。はい。まあ、使えそうなビスも発掘されましたので、このネジの頭をですね、ドリルでぶっ飛ばしていきます。この穴の周りを掘っていきます。ニッパーで回せる。よし、取れた。取れた。じゃあこのビス穴埋め直します。
これでしばらくボディは置きですね。はい。で、この辺のパーツはクエン酸漬けでくすみ取りしたいんですけども、ペグのグリスとかはね、手の油とかついてるとそこだけ弾いてくすみ取れないので、洗剤でジャブジャブ洗ってきます。この辺の部品は手磨きします。はい。はい、ジャブジャブっと洗いました。こんな感じ。で、今までね、クエン酸と水の量適当にやってたんですけど、使うのこのクエン酸で、200ml の水に、まあ、大さじ1杯分ぐらいのクエン酸を溶けんやろうか。溶けるかな？溶かします。溶けんのかな？溶けそう。ほんだらこれをダバーっと、あ、ちょっと足りてない、あ、こうやったら使うね。はい、これで置きます。はい、じゃあクエン酸漬けしてる間に、ネック仕上げていこうかなと思います。ちょっと音がデッドになってしまうところがあるみたいな言ってはったんですけど、なんかのフレット浮きなんかがあるとね、そういうことが起こるんですが、こうヤスリの柄の部分とかでね、こう押し込んでみたりして様子を見ても、まあ特になんというか浮いてる感じはないので、やっぱりこのフレットの頭の形が良くないのではないかなということで、これね、フレットの頭の形をいい感じに丸くするヤスリをね、サウンドハウスのポイントで買ってあるので、まあこれ使うんですけども、それやるんやったらついでにね、まあすり合わせなんかもやろうかなと思います。まあ、ちょっとこう局所的にへこんでる部分があったりするので、じゃあとりあえずロット調整してネックをまっすぐにしましょう。はい、ということでロット回してネックまっすぐにして、マスキングしてフレットの頭に赤く、印を書いたのが今の状況でございます。これホワイトボードマーカーでね赤く塗ったんですけども、油性ペンで塗るとね、後で消すのがめんどくさかったりするんで、ホワイトボードマーカー結構重宝してます。ペン先の太さもちょうどいいんでね。で、ネックの状態なんですけども、ロットを緩める方向に回しましたら、結構すぐね、緩み切っちゃったんで、その緩み切りからちょい締めぐらいでまっすぐなったんで、ロットの、その余裕はめちゃくちゃあるし、ネックの状態も悪くなさそうです。で、これでね、軽くフレットの頭吸っていくんですけど、ほんまにね、まっすぐにしたいときは、アルミのアンクルとか、使ってこうやっていくと手取り早かったりするんですけども、どうしてもねこのハイフレット側がフレットの本数多いんで、こっちがねあんま削れずに、ローフレット側ばっかり減っていっちゃうみたいなことにもなりかねないんですよね。なので僕はこういう、ちっちゃいパッドで削りながら、こういうスケールでチェックしながらみたいな感じでやることの方が多いかもしれないですね。まあそれでも十分今まで成果は出してきてるのでいけるでしょうという感じで、まず400番から削っていきます。はい、ということで、ペーパー400番でね、磨いて、また上に
赤く色塗ってます。なんかね、3、4フレットがちょっと高いかなみたいな印象でした。で、ここからですね、このコスコのこのヤスリで上を丸めていくわけですが、これなんか片方が粗めで片方細かめで、これでなんかええ感じにします。ええ感じにするとしか言いようがないです。はい、いきまーす。結構むずいなこれ。細かい方がいいかも。結構すぐっすね。もう一回塗って。結構あっちゅうますね。丸くはできてるね。こんな感じで全部やっていきます。はい、こんな感じで磨きました。わかるかな。まあ丸みはついてますね。このうっすらこう削ってない線が若干残るぐらいの削り具合にしております。このヤスリがですね、結構大きいフレット用のヤスリなので、まあ、なだらかな曲線にフレットの頭がなっているかなと思います。はい。じゃあ、傷取りやっていくんですが、耐水ペーパー800番からいって、800、1000、1500、2000と磨いていって、最終的にスチールウールとコンパウンドで仕上げるっていう感じですかね。やっていきましょう。はい、じゃあペーパーで、傷取りしていくんですが、800番縦、1000番横、1500縦、2000横っていう感じで仕上げます。で、最後スチールウールでやるんですけども、まあね、縦横交互にやった方が綺麗に傷が取れやすいのと、あとね、最後は横で仕上げないといけないっていうルールにしてます。ベースやとあんま関係ないんですけどね、ギターの場合、最後が縦やと、チョーキングでその縦傷に引っかかったりするんですよね。なので、横向きにやった方がその辺スムーズになるので、絶対に最後は横向きに研ぐという、ポリシーでやっております。じゃあ、800番から磨いていきましょう。はい、フレット綺麗にして全体清掃してポリッシュもかけましたと。良いのでは。こんな感じ。
はい、次このコントロールプレートですが、なんかこうペーパーをかけられたような跡があるので、そうですね、まあ2000番とか使ってピカールとか併用しながらちょっとまあ小切れにはしましょうか。はい、まあ鏡面とはいきませんけど、こんなもんすかね。はい、じゃあこのダボを切っていきます。じゃあ今度は伝送系を作っていきます。まあ既存のパーツを使いながら配線し直すって感じですかね。じゃあまあバラしたり組んだりやっていきましょう。はい、配線できまして、こんな感じです。あとはまあ、ボディアースとかゲンアースとか、ピックアップをつないだら OK って感じになってますね。まあ、こんな感じで、ビチビチにやったりましたわ。やっぱハイパスコンデンサも含めて、コンデンサ3つボンボンボンと乗ってるのはちょっとかっこいいですね。あとやっぱマイカコンデンサは可愛い。はい。はい、クエン酸漬けから引き上げてまいりました。くすみも取れていい感じですね。ちょっとねブリッジのプレートだけはサビがちょっとね残っちゃってるので、これだけまたちょっと磨きます。これ磨いたらもうあとは組み込みですね。はい、とまあここいらでボディにパーツをつけていきましょう。まずは伝送系ですね。まあこういうのは膝の上でやるのが僕は好きなので、膝の上でやっていきます。すいません、ちょっとカメラのバッテリーが切れてる途中で完成しちゃいました。ボディ、はい、ネック組みます。はい、ちゅうことで完成しました。フレットビカビカ。なんかこのボディの半ツヤみたいな感じが、なんかフェンダーメキシコっぽいっすね。この感覚わかる人いますかね。ちゅう感じでございました。じゃあちょっと引いておさらばということで、ありがとうございました。
Thank you.